はい、弁慶殿です。香川県、9ヶ月、はい、私たち満喫しましたね。満喫しました。印象に残っている観光地って覚えています？いやー、2人でいろんなところに参りましたが、はい、その度いろんな事件を起こして参りましたが。そうでございますよね、弁慶殿。はい、あ、中でもご紹介したいものありますか？あ、階段巡りなんかどうでしょう。階段巡りそうです。空海上人生誕の地、はい、善通寺の階段巡り、はい、今しめるにお仏壇の壇、これで階段巡り、はい、これ行ったことある人、あ、いますね。あ、ありがとうございます。怖くなかったですか？怖いですよね。まあ、どんなんか簡単に、はい、真っ暗な壁伝いを、はい、左手に壁を触りながら真っ暗闇歩いていく、はい、歩きました。皆さん触りませんでしたか？弁慶殿、早く歩いてください。詰まってますよ、弁慶殿で。なんか進めないんです。早く。これが弁慶の立ち往生。いやいや、そんな情けないことはございません。もっと立派なものです。もう早く行ってください。ああ、そうでございますね。おとちゃますぎます。はい、なんかまた変な声聞こえてきませんか？これは空海上人の声ですよ。あ、空海上人の声。そう、私は一日一日を大切に、周りの皆さんに感謝して過ごすようにというありがたいお言葉をいただきました。ありがたいお言葉。弁慶殿はどんなお言葉を？いや、もう怖くて何にも覚えてない。いや、弁慶殿、そういえば出口出た後ちょっと涙出てましたよね。涙の跡ありました。あの出口が弁慶の泣き所ですね。はい、そこ違います、はい、弁慶の泣き所はここです。参りますよ。行ってないけどもうちょっと強く。いやいや、もう弁慶殿、そうきました。ちょっと気持ち悪いですよ、弁慶殿。強く。いや、ダメです、嫌です。いや、もう来い来いって言ってもダメです。はい、ちょっと足下ろしてください。足、はい、下ろしましょう。こっちもうこっちもダメです。もう両方引っ込めてください、はい、階段巡り、もう印象に残りましたね、はい、また私は行きたかったなと思って思います。行きたかったな。あれはもう本当に無を感じるものでございますからね、はい、何か雑味が出た時に、そう、お前を顧みることも大切だよということをね、教えてくれます。わし毎日行かなきゃいけないですね。そうですね、はい、慣れますかね、毎日通うとね。まあ、賽銭箱のお金を見ながら、ちょっといつか行かないか考えて。9時からね、17時まで、はい、お休みなくございますので、ぜひお出かけしてみてはいかがでしょうか。階段巡り楽しい、はい、ひとときを過ごせるかもしれませんからね。はい、なんかごちゃごちゃ動いておりますね。もう出来上がったようですね。紹介してもらいましょうか。まずは源内さん。はい、こちら、はい、香川県の西の方にある庄内半島でよく作られておるマーガレットを作ってみたぞ。すごいじゃろ。ありがとうさんじゃ、ありがとうさんじゃ。さあ、こちらは香川県の生産量が日本一なんじゃ。いわゆる香川県だな、もう誇れるものなんじゃな。さあ、こちらのバルーンで作ったマーガレット、欲しいものあるかな。お、手挙げてくれたの。あ、大きなお友達も手挙げてくれた。ちょっとじゃあここでクイズじゃ、クイズ行くぞ。なるほど、早いものあげじゃの、うん、こちら、はい、マーガレットが香川県でよく作られているところ、あ、どこかわかるかな。さっきわしが言ったんじゃが、お、手を挙げてくれた。大きな声で答えてもらおうかな。大きな声でさあ、弁慶殿がちょっと聞いてくれるかな。さあ、どこか分かるかな。マーガレットがたくさん作られておる香川県の場所。お、弁慶殿が、うん、そうです、庄内半島、大正解。素晴らしい、よく聞いておったな、うん。そうなんじゃ、庄内半島でよく作られてある。ぜひ庄内半島もな、行ってみてくれな。
では源内さんの次私行かせていただきますよ。さあ、香川県で有名な地だこタコを作らせていただきました。弁慶さん、はい、八島でもタコ有名ですよね。あ、飯田のおでん。そうでございます。ありますぞ。八島で食べながら観光するというのが名物と。そう、先ほど串が出てましたけどね。串がポイってした。投げちゃダメですよ、ゴミ箱にしててくださいね。皆さん投げちゃいけない。ではこちら欲しい人いますか。とまあたくさんまだ手上がりますよね。でははい、源内さん同様問題を出して正解した方にプレゼントしたいと思います。皆さん、静香さんと弁慶さんのお話ちゃんと聞いてましたね。大丈夫ですね。こちらから問題出しますよ。では参ります。先ほど階段巡りの際、弁慶さんウェーウェーと怖がって泣いておりましたね。反応ないんですか。反応出してください。締めてよ。でもこれが弁慶の泣きどころと紹介しました、うん、それは違いますよね弁慶さん。さあそこで静香さんがあるところを打ちました。さあどこを打ったか分かる方いますか。これあ、せっかくだから弁慶さん、はい、叩かれに行きましょう。どうぞ。じゃあ大きいお友達は避けていただいてよろしいですかね。ちっちゃく手挙げてもらえますかね。大きいお友達、手加減できる方で。弁慶さんどうぞ。我こそはという方に手加減できる方。あ、ちょっと君手加減もできる方ってでは弁慶の泣きどころはどこでしょうか。おわ、はい、正解ですか。痛い痛い正解です。痛い痛いということは正解です。おめでとうございます。おめでとう。膝膝と そしてできやすか、おいらも。これはあれじゃな、香川県の県魚にもなっているお魚じゃな。そうね、そうね。それからこのお魚はオリーブの葉っぱを食べて成長した魚も有名なんじゃ。これ、この魚欲しい人はおるか。そう、欲しいもんいるかい。はい、手上がっておる。じゃあそしたらこれも問題でいきましょう。石松さん、一番先最初手を挙げてくれた女の子に差し上げましょう。ずっと挙げてくれてました。ずっと挙げてくれた。私に届けてまいりますね、このようにして我々は香川県の特産品をバルーンで作ってプレゼントしておったということでございます。はい、あ、それでは、そこでもう一曲我々の歌を聴いてもらおう。昨年は瀬戸内海国立公園して80周年の年だったんじゃな。その瀬戸内海の美しさを歌った曲でお別れじゃ。それでは聴いてもらおう、瀬戸の都。